西浦山総副大臣。おはようございます。構成員の皆様、またヒアリングにお越しいただいた方々にはお忙しいところお集まりをいただきましてどうもありがとうございます。もうご案内の通りですね、4月5日まで意見募集を行っておりましたけれども、その結果電気通信事業者あるいは放送事業者また業界団体ですとか、個人の方々からもですね712件という、大変多くのご意見を頂戴したと伺っております。今回の電波利用料の見直しに対してですね、これまでになく本当に各班にわたりましてさまざまな立場の方々から非常に高い関心が寄せられていることの表れであろうかと思っております。内容についても実はこれからご紹介ある通りさまざまな方向性のご意見を頂戴しておりますので、この検討会でよく精査をしていただきまして国民の皆様に十分ご理解をいただける制度となるような方向性をお示しいただきたいと思います。今日は意見募集の結果について事務局から報告させると合わせてですね、我が国の重要な ICT インフラを支えている携帯電話事業者など6社の方々からヒアリングを実施する予定であります。引き続き皆様方におかれましてはどうぞ忌憚ないご意見を賜れれば幸いです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。